Bonjour! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。フランス語で、アンノム・マッチョ。マッチョな男。というと、どういう意味になるか、ご存知ですか？実は、男性優位主義の男という意味なんですよ。男性優位主義の男。アンノムマッチョ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 。日本語では、筋肉ムキムキなという意味で使いますが、フランス語では意味が違いますので、使うときには気をつけてくださいね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしております。それでは、アビアントー。